いいことか悪いことかわからない状態はある。ゲームでは定番の展開だ。一人の戦士、それがあまたの軍勢を前に立ち向かい、勝利するのが目的という、そんな構図。スペースインベーダーが見せてしまったか。正義だったら勝てたかもしれない。そんな奇妙な妄習？その辺の声まで拾う、それが正しかったか、あるいはそれが戦争、その歪みだったろうか。これは現実じゃないよ。だったら、オーガさんもそうなのでは。ちょっと、仮想現実、霊界？というか、そういうニュアンスに少し触れつつはある。霊界、それはあるのだ。そして、あるいはそこには人の意識、それもあるのだ。そこは現実じゃない。しかし、それゆえにそこにはある、のかも。自身の足場と言うべきか、あるいは。失ったものが帰ってきた、そういうことになるのか。それとも？